どうも、石川です。はい、これより登録販売者過去問解説講座を始めていきたいと思います。こちらの講座では、北関東ブロック、群馬、栃木、茨城の2020年度の問い11から問い20までの解説を始めていきたいと思いますので、過去問については下の概要欄からダウンロードできるようにしておりますので、ぜひぜひご利用ください。はい、それでは早速始めていきましょう。では、問い11番です。配置販売業に関する次の記述のうち、法の規定に照らし、正しいものの組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは1番が正解となります。A と B ですね。はい、こちらまず、A に関しては配置販売業者は、一般用医薬品のうち、経年変化が起こりにくいというところで、そういった経年変化が起こりやすいものはですね、販売することはできませんでした。なので、すべての一般用医薬品は売ることはできませんので、そんなところは気をつけておいてください。はい、そして B、配置販売業者は医薬品を開封して、分割販売してはならない。そうですね。開封して分割販売。一方だけあげるとか、一条だけあげるということはダメですので、B は誤り。それから C、ですね。配置販売業者は顧客の居宅を訪問して医薬品を一旦まとめて販売するが、一定期間後、再度その居宅を訪問し、販売した医薬品のうち使用しなかった医薬品を購入者から買い取る業態である。なかなか難しいですね。はい、ここ、いろいろ違いますね。ということで、後半のところいろいろ誤りとなります。なので、まず一旦まとめて販売する。そんなことはしておりません。まず、無料で置いてもらいます。そして、無料で置いてもらって、使った分だけ、お客さんが使った分だけ後から代金請求をしていく、そんな業態となりますので C は誤りです。はい、それから D、 配置販売業者は区域管理者が薬剤師であれば配置販売に従事する登録販売者に第一類医薬品、ダメですね。登録販売者に第一類医薬品の情報を提供させてはいけませんので D 誤りということで1番が正解となりました。はい、では次行きましょう。問い12番です。薬局における薬剤師不在時間に関する次の記述の正誤について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは2番が正解となります。はい、こちらですね、薬剤師不在時間に関するとこです。はい、薬剤師不在時間。こちらはですね、最近やはりよく出てくるような問題となりますので、しっかりと皆さん確認をしておいていただきたいと思います。で、A は、まずはなんとなく大丈夫ですかね。A は正解です。それから B ですね、あらかじめ予定されている学校薬剤師の業務ね。学校薬剤師って何かというと、小学校とか中学校の、プールの塩素濃度とかを測ったりとか、あとは蛍光灯のですね、明るさとかを確認したりとか、あとは、浄化槽とかね、そういったところに大腸菌発生してないかなとか、そういったところをですね、確認していくのがですね、学校薬剤師のお仕事です。なのでそのような業務とか、定期的に業務によって恒常的にですね、薬剤師が不在となる時間であっても調剤に応じることができない旨の掲示することで薬剤師不在時間と認められません。なので、そういった学校薬剤師とか、定期的な業務とか、そういったものはですね、薬剤師不在時間、掲示してもですね、薬剤師不在時間には含みませんので、B は誤り。はい、そして C は正解なので、2番が、正解となりました。はい、では次行きましょう。問い13番です。答えは2番が正解となります。2番が正解です。はい、こちらはですね、まず A、ちょっと文章読んでいきましょうか。法の規定に基づく、医薬品の陳列方法に関する次の記述のうち正しいものというところで、陳列方法です。はい、ここもですね、ちょっと難しいですよ、この問題ね。まず A です。A は正解ですね。それから B。薬局開設者が要指導薬品を陳列するときには必ず鍵をかけた陳列設備に陳列しなければならない。確かに鍵をかけてもいい。ただ、必ず鍵というわけではない。何かというと、ここはですね、次のところにもつながってくるんですけど、C のところ、ちょっと C もちょっと見ていきましょうか。店舗販売業者が第一類医薬品を陳列するときには、薬局等構造設備規則に規定する情報提供を行うための設備から1メートル以内の範囲に陳列しなければならないというところ、C も誤りなんですね。はい、これ何かというと、まずはですね、この、要指導医薬品もそうですし、第一類医薬品もそうなんですけど、今回ここをちょっと今書かせてもらいました。第一類医薬品に関しては、第一類医薬品陳列区画というところがありまして、そこにですね、陳列しなくちゃいけないんですよ。
なので、まずここ書いてありますね。第一類薬品を陳列する陳列設備から 1.2 メートルの範囲に購入しようとするものが侵入することができない。それが第一類薬品陳列区画というところになりまして、そこに陳列する場合はですね、その鍵ではないですよとか。あとは、ここダメな場合はですね、例えば鍵をかけたところだったりとか。あとは、直接お客さんが手の触れられないところとかに陳列する場合は OK ですよと言ってますので、なので、このようにですね、例えば C のところは1メートル以内の範囲に陳列しなければならないとかっていうのが、ここは誤りとなります。はい。それから B のところですね。ちょっと戻りますと、B のところ、要指導薬品を陳列するときには、必ず鍵。なので、先ほどもちょっとちらっとお話ししてましたけど、第一類薬品も要指導薬品も同じような、内容がちょっとあります。で、要指導薬品に関しては、必ず鍵。鍵をかけてもいいんだけど、要指導薬品陳列区画というところもありまして、そこに陳列すれば OK ですし、とか。ね。あとは、購入者が直接手の触れられないところとか、そういったところでも OK なので。なので、このあたりはですね、B は誤りとなりまして、C も誤りです。なので、問い13は2番が正解となりました。ここちょっと難しいので、皆さんしっかりと復習するようにしておいてください。はい、では次行きましょう。問い14番です。毒薬及び劇薬に関する、次の記述のうち、正しいものはどれかというところで、はい。こちら正しいのはですね、1番が正解となります。1番が正解ですね。1番です。で、他2番、3番、4番、5番、どこが違うのかということで、例えば2番、毒薬はそれを収める直接の容器または秘宝に、白地に赤枠赤字、これ違いますね。白地に赤枠赤字と言ったら、これは劇薬の内容となりますので、毒薬に関しては黒地に白枠白地で、こちら後半に書いてあるように、品名とか毒の文字が必要になりますから、2番誤り。それから3番、毒薬を18歳未満のものに交付じゃなくて14歳未満の交付ですよね。交付してはいけませんでしたので18ではなく14歳というところになります。それから4番ですね。はい、こちら毒薬を一般の生活者に対して販売または譲渡する際にはですね、譲り受けるものから他のものにですね、販売または譲渡しない旨の契約書を提出ではなく、何かというと、薬剤師ですね。お客さんが、こう、いろいろ書くんですよ。品名とかね。それから自分の名前書いたりとか、職業とか書いたりとか、そういったものを書いた、書類を薬剤師にね、渡して、薬剤師はそれを保管しなくちゃいけない。そんなのがありますので、この、ね、譲渡しない旨の契約書、そんなことはね、いりませんので、4番、誤りです。それから5番です。劇薬をとかって書いてありますけど、劇薬、鍵を施さなければならないとありますけど、鍵をかけても OK、でもかけなくても OK なんですよ。なので、こちら、鍵を絶対にかけなくちゃいけないのは、毒薬になりますので、5番は誤り。ということで、問い14は、1番が正解となりました。はい、では次行きましょうね。はい、では次、今度は問い15番です。薬局開設者が特定販売で取り扱うことができる医薬品として正しいものはどれでしょうかということで、はい、こちら答えは3番が正解となります。はい、要指導医薬品とか毒薬、劇薬は特定販売ね、ここダメだったと思いますので、このあたり気をつけておきましょう。はい、ということで問い15は3番が正解でした。はい、では次、問い16番です。薬局開設者が医療用医薬品を購入したとき、医薬品、医療機器等の法の規定に基づき、書面に記載しなければならない事項として、正しいものの組み合わせはどれかということで、はい、こちらですね、業者間のやり取りですね。そこのところの内容となります。はい、まず答えはですね、2番が正解となります。A、ロット番号ですね、そういったものを記載しなくちゃいけないし、それから B、購入した医薬品の有効成分の名称ではなく、品名が必要になります。なので違いますね。B は誤りです。それから C は正解ですね。それから D、販売したものが法人であって、それから自然人が販売したものとこう、雇用関係にある場合はですね、当該自然人の職名とかってありますけど、それ違いますね。何かというと、購入者となどにですね、と、雇用関係にあること、あとは取引の指示を受けていたことを示す資料、そういったものが必要になりますので、この職名というところが誤りとなりますので、D はダメでしたね。はい、ということで、問い16は2番が正解となりました。はい、では次行きましょう。今度は問17番です。法に照らし、店舗販売業者が当該店舗の見やすい位置に掲示板で必ず掲示しなければならない事項の整合について正しい組み合わせはどれかということで、はい、答えは5番が正解となります。
まず1番、第1番にごめんなさいね。A ですね。A は販売を行う一般用医薬品の使用期限。これはですね、別に掲示しなくてもいいです。例えば特定販売とかね、特定販売だったら使用期限ね、書いておかなくちゃいけないですけど、A は誤りですね。はい、それから B と C は正解。D、店舗の管理者の、氏名及び住所。管理者の住所は書かなくていいです。ね。私、ここに住んでるからとかね、それ書かなくていいので、なので D は誤りとなりますね。氏名は書いてほしいんだけど、住所はいりません。はい。ということで、問い17は5番が正解となりました。では次行きましょう。はい。では次、問い18番です。はい。法に基づく行政庁の監視指導及び処分に関する次の記述の成功について正しい組み合わせはどれかということで答えは3番が正解となりました。どうでしょうか？できましたか？まずは A は正解ですね。それから B。こちらですね。いろいろ読んでいきますと、その行為に対する法に基づく罰則を課せられることはないとありますけど、課せられちゃいますから、B は誤りですね。それから C は正解。それから D なんですけど、こちら従業員に質問させることはできるが、従業員以外の関係者に質問させることはできないとありますけど、しちゃって大丈夫ですよ。してくださいね。質問させ、させることはできますので、D は誤り。ということで、こちら問い18は3番が正解となりました。では次、問い19番です。医薬品の販売方法などに関する次の記述のうち、正しいものはどれかということで、正しいのはこちら2番が正解となります。はい。まずは1番、異なる複数の医薬品または医薬品と他の物品を組み合わせて販売する場合、どのような組み合わせでも認められる違いましたね。しっかりと利便性を求められないではいけませんでしたので、1番誤り。それから2番は正解ですね。それから3番、こちらはですね、容器の外から見えなくてもいい、外側からですね、しっかりと見えるようにしておいていただきたいと思いますので、後半のところ3番は誤りとなります。それから4番、キャラクターグッズ、限度内であっても認められない、限度内であれば認められておりますので、4番誤りですね。それから5番、医薬品を大量にですね、多量に購入する、ものに対して、いろいろな専門家が事情を尋ねるなどの対処は不要。いや、ちゃんとしてください。してあげてくださいね。対処してあげてください。ということで、5番、誤りとなります。はい、ということで、問い19は2番が正解でした。はい、最後ですね、問い20番です。医薬品の広告に関する次の記述のうち、誤ってるものはどれかということで、誤ってるのはどれでしょうね。はい、こちら答えは3番が誤っております。3番、何かというと、漢方処方製剤は抗生症薬の作用を個別に挙げて説明することはできるがね、個別に説明しちゃダメだったんですよね。ということで、そのあたりですね、ここもよく出てくる問題となりますので、引っかからないようにしといてあげてください。はい、ということで、ここまで問11から問20まで大丈夫だったでしょうか。ここまで動画いいなと思っていただいた方はですね、ぜひぜひ、下の概要欄のところから、LINE アット登録できるようにしておりますので、ぜひぜひ登録していただきますと、試験情報だったりとか、医師課に質問などもできますので、ぜひご利用いただきたいと思います。はい、ということで、本日も動画を見ていただきまして、皆様ありがとうございました。